ですす北海道朝日川の事件ってご存知ですかねもう旭川という名前が出るたんびに私はもうこの事件を思い出してならないんですけどもまあ中学2年のね女の子が投資で発見されたということなんですけどもこれが仮に自死だとしてもそれはその自死に追い込んだいじめというものが発端になっているのは確かなんですよしかしやっぱりなかなかね学校側も教育委員会もそれを認めないんですよね 責任逃れの最たるものがここに出てるかと思いますもう実際に課外生徒もはっきりしてるし止めれるような状況にもあったでそこでキーマンとなる担当教教員のの問問題題でですすとか教頭や校長の問題もあるわけですよ、まあ、はっきり言ってこういった監督者管理者がいてこういう問題が起きる人間が死に至るってことになるともうねあの監督者の責任を追及する以外にないと思いますね でも、結局、のらりくらりと、あの幼稚園のね、バス置き去り問題もそうですけども、結局当事者は罪を逃れることが状態化してるわけですよね。だから全国の皆さんちょっとね、私二つ申し上げたいんですけども、一つはね、気をつけてください。学校ってのは、あなたの子供が死ぬ可能性が高まる場所ですよ。学校ってのはね。教師に任せれば、死亡率は高まるんですよ。気をつけてください。そんなに生徒のことを大事にしてくれる、 他人は教師といえどもいないと思って覚悟しなければなりません。もう一つは自分も昔はいじめられてたっていうふうに言う人は多分多いと思うんですよ。いや自分も昔いじめられててねっていう人。ね、もうその時期が過ぎたら他人事なのかってことなんですよ。自分が昔いじめられていた。なのに今でもいじめられてる子供がいるんですよ。じゃあ自らのいじめられた体験をどう生かしてそれを撲滅していくのか、それとも 自分は何とか切り抜けたからもう関係ないで、同じように責任逃れの教員の方にすり寄っていくのか、これは大きく考えるべきところだと思います。まあ、私はね、こうやってできる限りの情報発信をすることによって、事件を風化させないことと、微力ながら YouTuber としてね、この問題を解決に少しでも進めるならと思って、えー、私なりに行動しているつもりでございますけども、ただできることは限られています。 一人の力っていうのは本当に小さいんですよ。でも今、加藤修士さんが100万人の証明を集めているようにできることはあるはずです。令和竹ちゃんがやっているようにできることはあるはずです。あそこまでやるとは言いませんけども何かできるんじゃないかな。まあ今日ね、こうやって動画を見ていただく、そして関連記事をどっかで見ていただく、それもできることのうちの一つだと思うんですよ。どうか毎日お忙しいと思いますけども、こういった子供たちが今こうした瞬間にもどこかでまた 人に言えず、悩み苦しんで、一歩間違えば死に至るという状況にいるってことをね、忘れないでほしいなと思います。はい。では、以上でございます。